です。レッチです。はい、ということで、本日初めての夏の YouTube 撮影なんですが、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい、ドッキリ内容は初撮影でカトミカさんにフルタメ口で話したらどんな反応するか検証します。ということで2人ともガチで初の YouTube 撮影だと思うんですけど、初撮影で初ドッキリということで自信はありますか？本当に嫌です。ほんまに嫌だ。初対面でそれはちょっとで、ま、ガチでフルタメ口で言ってほしいんで、はじめましての時点からですか？挨拶とかいらない。あ想像してなんかですみたいな、あくまでドッキリなんで笑っちゃいそうですね。言った敬語とか使ってしまいそうやけど、ちょっと頑張ります。はい、カトミカです。本当の企画は私が逆ドッキリということで、イエーイ。きっかけ新人のお二人は今日初の撮影なんですけど、はい、初ドッキリをするっていう体なんですけど、本当はミカが逆ドッキリを仕掛けてるんですよ。めちゃめちゃ生意気な態度取ってって、めちゃめちゃディレクションしたんで、多分頑張ってやってくると思うんで、はい、ブチブチに切れてほしいんですよ。はい、いけますか？いけます。お疲れ様です。カトミカです。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介取ろっか。ミカにさ、台本渡してるよね。うん、あ、そうだよね。ちょっと待って、少々お待ちを。おーい、はじめましてですよね。はじめまして。はじめまして。今おいくつですか？21歳、拳で。21歳、拳で。おいくつですか？26です。26、私の声。あ、そっか、オーディションで入ってこられたの。あ、そう、めっちゃ入りました。どうでしたか、オーディション？余裕でした。余裕余裕か。これエクステ？これ、うん、これエクステです。髪めっちゃ短い。あ、そう、短いです。地毛、去年の夏にバッサリ切って。あ、そう、それで結局短いの夏過ごしてたんだけど、うん、長いのがいいってなってエクつけて、うん、みたいな感じ。今エクつけてます。長いの可愛い。そう、な、結局なんかね、長いのが一番ね、なんかヘアアレンジもめっちゃしやすいじゃないですか。うん、そうなんですよ。うん、お仕事は何してる人たちなんですか？うちはバーレスクのダンサー。ああ、じゃあ踊るの得意なんだ。うん、ずっとやってるね、3歳から。名前なんだっけ？カトミカちゃん。名前なんだっけ、やばい。ナッツ知ってる？逆に。ナッツ見てる。見ててよ、多少知らないわ、ちょっと。マジなれるんだけど。あ、でもインスタフォローしてる。あ、インスタフォローしてんのに名前知らないと。そう、これめっちゃ可愛い。まあ、写真のが可愛いけど。写真のが可愛い、やばくない？ちょっと。どこにあるんですか？そう、あっちのなんか荷物置いてあるとこにある。水取ってきてもらってもいい？水そこにある。水、うん、自分で取りな。飲んでもいいやつ。うん、飲んでもいいやつ。取りに行くのめんどくさくて。自分で動く足ってないの？生意気じゃない？めっちゃなんか、ほんとなんか申し訳ないけど。え、なんでナッツ入ってきたの？スカウトされてる。別にやりたくはないけど、スカウト。まあ言ってくれるんやったらみたいな。え、マジで本当にやめてほしい。そしたらナッツ、え、ナッツそんな甘くないからね、言っとくけど。人が喋ってる時に携帯まず1にやるな。携帯1にやるな。知ってる？上下関係って言葉。26歳になって上下関係って知らない。はい、誰？モニターの。ありがとうマジ。うん、もちろんで。ありがとうって言えないの。ありがとうございます。難しすぎだろ。26歳になってその媒体の年上に対、年上っていうかさ、経歴が長い人に対してタメ口とか敬語とかさ、気をつけます。携帯人のやめろっつってんの。仕事もあるし、こっちの。いや、今まあナッツの仕事やろ。両立できないんだったらやめた方がいいよ。うん、多分ナッツでやっていけないと思うよ、そんなんじゃ。
ピンクで有名だかなんだかリーダーなんかわかんないけど、マッツってモデル業界だから君たち踊ってるかもしれないけど、また全然仕事違うからね。携帯やめろっつって話してるのに。今お仕事してて。え、だったら夏マジやめちまいな。今撮影しに夏来てるんですよ、ここに、現場に。まだ始まってないよ。え、なんでそんな生意気なの。びっくりなんだけど、普通にこんななんか生意気な新人モデル見たことがない。てか、まず帰ってもらって大丈夫です。出てってもらっていいんで、出てってもらっていいですか。なんでうちらが出てかな。だからお前らやる気ないんでしょ。うん、だったら出てけっつってんだよ。うん、撮影しに来たよ。だからやる気ないなら出てけっつってんの、わかる。調子なんだよ。出てけっつってんだよ。出てけ、出てけよ。いらない。舐めてんの、ナッツ。ナッツ舐めてんの。うん、見てないけど。だって出てけっつってんだよ。じゃ出てって、出てって、いらない、いらない、いらない。出てけ、出てけ、出てけ。昨日案内したよか。はい、じゃあ一緒に行こう。どうぞ出てってください。はい、ご退場お願いします。何回着てるの、僕がある。何気がする。何気がする。なんで帰ってきたの。戻れって言われた。戻ってこないで、顔も見たくない、マジで。戻れって言われたから、しょうがないの。うん。もうクソムカつくんだよ。ということで、てってれー。本当にごめんなさい。バッキリ大成功。はい、本当にごめん。いや、もう本当にめっちゃごめん。本当に感じになってプル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 。ごめんね。じゃあこれ逆ドッキリなんで。ドッキリとかしてきたんですけど、はいはい、ここまで本当になんか生意気でそこまでやってくるとなんか子がいなかったのよ。え、でもビビリチラ言いながらテープにしてましたけど、こういうの言ったことないから。本当に敬語の見た目。じゃあドッキリって分かってうちにやってるよねって感じだった。今もドキドキしてる。いや、うちがしてるわ。今の方がドキドキ。これバーンやって、やばい。マリさん入る。ドッキリ大成功。イエーイ。あー、本当にやばい。ドッキリ。本当にごめんなさい。はい、ということで、今回もこの動画を見てくださりありがとうございます。このチャンネルがいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。せーの、バイバーイ。